銀のサジは中関助による自伝的小説である。本棚の引き出しにしまった小箱の中にある銀のサジをきっかけに幼年期のおばに包まれた生活を改装する。前編が1910年に執筆され、1913年にはつむじ曲がりと題された後編が執筆された。夏目漱石に送って越族を凍ったところ絶賛を得、その推挙により、 同年4月8日から6月4日まで全編全57回が、1915年4月17日から6月2日まで、後編全47回が、東京朝日新聞で連載された。1921年に、岩波書店から単行本が出版され、1935年11月には、岩波文庫版が発行された。岩波文庫版には、和辻哲郎が解説を寄せている。 2003年に岩波書店が創業90年を記念していった読者が選ぶ私の好きな岩波文庫100キャンペーンにおいて本書は夏目漱石の心坊ちゃんに次いで3位に選ばれた。また岩波文庫版は113万6000部が発行され岩波文庫で10位に位置するベストセラーとなっている12月現在。さらに2012年には 口実のように同書を使った授業を展開したことで、知られる橋本武氏が解説をつけた版が、小学館文庫として刊行されている。名田中学校において、国語教諭の橋本武氏に、同交法職、1984年に、同行退職は、戦後、教科書を使わず、本作品を授業に用い、一冊を3年間かけて読み込む授業を行っていた。 その理解と解釈の深い掘り下げ方に物語は父として進まず、生徒からこの進捗では200ページを3年で消化できないのではという声が上がるが、橋本はすぐ役に立つことはすぐに役立たなくなるとしテーマの真髄に近づき、問題をきちんと理解できるかどうか学ぶ力の背骨を生徒が物語から学ぶよう弁を取った。この時の教室にいた生徒に、 東大総長、浜田純一、神奈川県知事、黒岩雄二、弁護士、海戸雄一、阪急電鉄代表取締役社長、隅和夫、東京高等裁判所長官、山崎敏光、NHK エンタープライズ常務取締役、国際事業センター長、平賀哲夫、作家、中島らぼらがいる。また、戦前の教え子には、作家の遠藤修作がいる。 ありがとうございます。